第4回オンデマンドセミナー6月対策講座「あれを防ぐ学級経営」2024年6月1日から6月9日、9日間、好きな時間に何度でもご視聴可能です。ね、僕、最近、村野先生の,あの,、ね、あの作文を書くのが苦手な子っていう動画を見たんですよ。はいはい、で僕はあのほらしばらく、ね、読み書き障害のお子さんの指導というか、ね、支援に携わっていたので、あれすごくいいと思うんです。 うん、あそう4コマ作文、4コマ作文ね、はい、それからサイコロ作文。はい、であの、自閉症のお子さんたち全般的に言えるんだけれども、特別な子はいるんだけども、えー、こうイメージする力が弱いんですよ。うん、で、そして、でも逆に言うと、イメージできるとやれる。うん、で、作文がなかなか書けないのは、そのどういう形に文章がなっていくかっていうイメージがうまく描けないから、怖がってやろうとしないんですよね。 4コマ作文っていうのは一回一回区切った情報が出てくるでしょ、うん、だから書けると、うん、それからあサイコロ作文はサイコロごとに、えー、文字が決まってるからそれもそ,れをそのフレーズをつなぎながらやれると思うんだよね、うん、だからそういう点で非常にいいなというふうに思いました、うん、水野先生どうですか いや、もう素晴らしい分析だと思います。もう、村野先生はもう返す言葉もないぐらい感動されてますね、今 <laughs> いや、本当に、あの、あんまり自分は特別支援の勉強がちょっと浅いんで、よくわからないこともあるんですけども、ああいう形にしたら子どもが乗ったという結果なんですよね。うんなるほど。 っていいう,うに思だから僕、学力、全国学長の,テストあの作文問題なんかも見て、書き出しがあると全然違うんだけどね。うん,うん、最近とか、この間のなんか書き出し一個もないもんね。書き出しですかうん、作文の書き出しがあるだけで、えーまあ、読み書き障害の子だけじゃなくてね。答えを書く本ですね。書き出しがあるとイメージしやすいじゃないですか、うん、結末が。うんうん で、書き出しのないのは厳しいなと思ってね。なるほど。うん、何にも情報は書いてないんですもんね、そうそうそう。ゼロから作ると。まあ、条件は示してあるけどね、条件から作るって、やっぱり、えー、かなり文章のたくさんのパターンを知ってる子以外は厳しいなと思いますね。うん、なるほどね。ししあの ASD のお子さんがその全体像をね、認識するのが苦手だっていうお話をもうちょっとは。 深く吉田先生に伺いたいたんですけどあとねあの、ほら、ああいう子たちって、苦手じゃない、うん、運動会なんても,ものすごく苦手でしょで、これね、あの観察してはいて分かったの、前いた学校、すごくそういうとこに行けない子がいたので、どうするって話になって仕方がないから、集めてあの、校庭で見ておうかっていうと、校庭は拒否するの。 と、うん、いうのはね、誘われるっていうふうに思うから嫌なのね、うん、で、仕方がないから、ちょっと離れた体育館、体育館から、まあ、行悪いんですよ、業為悪いけど、ゴロゴロしながら見てて、僕なんかだと、ほら、あれならやれそうじゃないとかっていうふうに言うんだけども、行かない。うん、ところがね、1年経って、2年経って、ぽっと行けるんですよね。 で、僕が思うには、あれはその集団の中で自分がいるっていうイメージがある程度描けるようになったから、あれならできるっていうイメージが完成した子からいけるんじゃないかなと思ってるんですね。うん、うん、水野先生、どうですか？いや、今のね、解説というか、吉田先生の視点がね、すごいね、斬新だなと思いました。うん、運動会に自分が運動会の練習にね、参加しているっていうイメージというか、認識が。 できてないからもう不安で参加できない。とっかかりが持てないっていうのはね、確かにね、ありますね。で、あの、洋北教員の先生と一緒にね、あの、ね、あのブラブラしながらね、みんなはもう練習してるのに、周辺を散歩しているっていう、それね、よくありました。で、うん 私何も知らないときは、特別試合に勉強してないときは、なんかブラブラしてるだけだなと思って見てたんですけども、今考えると、それはあの少しずつその、自分のね、位置を確認してる、ね、運動会の練習っていうものをね、少しずつ見えるようにしている時間だったんだな、うん。意味があったんだなっていうの、ね、もう今日初めて吉田先生の解説伺ってね、<え>認識できました。これね、あの、だから、それまでは、そのほら、 運動会の練習の中にいて自分が指導したりしてたでしょ、うん、で、管理職になると暇になると暇になるんですけそこで指揮してる先生に直接は言いにくいから、どうしてもその手のかかる工の方のヘルプに行くでしょでね、式典なんかに入れない子だと、体育館の上のトレーニング室から見るっていうこともよくやったんですよ。うん、でこれもやっぱり上から見てて、どうあれならいけそうじゃない、あこ,こだけ行こうかっていうにしても、もちろん拒否するんだけど、 そういうやり取りをしながら、ブラ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 見てると、あるときいけるようになるんです。いや、その上から見るっていうのもまた斬新ですね。まさにこう、俯瞰するっていう感じですね。僕、だから、<laughs> あのー、そういう子たちには行かなくていいから、あのー、そこで見ようっていうふうにして、よく進めてね、やってました。でね、あと、うん、で、あとね、定型発達のお子さんっていうのは、何ができるかというと、 彼らは周囲の人の真似ができるし、周囲から学べるんですよね。だから空気が読めないって言わ、あの読めるんだけども、彼らは周りに合わせる。だから最後のイメージできてなくても、まあ全体についてきゃいいやっていう思考ができるんですわ。で、デイサービスで付き合っの ASD のお子さんたくさんと付き合って、これができない、彼らは。うん。だから、定期発達のお子さんがそこで平気で得られるのは、まあ周りに合わせておけばなんとかなる。 作文もね、まあ書き始めればなんとかなる的な思考がきちっとできるんじゃないかなと。これも観察から得た考えなんですけどね。だからちょっとあれですか、完璧主義的なイメージを感じるんですけど、そういうのとは違うんですか、ね、そうそう、だからあの発達障害の特にね、えー、スペクトラム系のお子さんは白黒思考とかゼ1 0 0思考ってやるでしょゼロ、うん、か100か。うん、それはやっぱり完成したイメージがあるかないかで土地、まあまあここまででいいやっていうのが苦手なんだと思う。 こうん、水野先生どう？私がそれです。<laughs> そう。どうなんですか？えどどどんな息づらさ感じたことある？<laughs> めっちゃ感じてますよ毎日。<laughs> ああ。でどこで折り合いつけるの？<laughs> うんまあおお大人だからって言うかあのやっぱり折り合いつけないと生活できないんで。<laughs> あのそういうスキルを身につけましたけどね。はい、だから子供のうちはそれできないよね。はい、だからあのね、校庭から離れたところからブラブラ見てたり、上から見てる子をね、前の先生遊んでるってんで叱らないんでほしいんですって。あれは彼らの勉強なので、<う>ずっと見てるはつらいんです。だからフラ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 したりしゃべったりニヤニヤしてるんだけども、僕はイメージをね、 え作る練習をしてるっていうふうに捉えてもらえるといいかなと思いますね。それは貴重な情報ですね、うんあの。そういうお子さんにね、結構手を焼いてる先生って多いと思いますので、うん、まあただちょっと心配なの,そのいつまでこれ待ってりゃいいんだっていうふうにね、うん、多分考えますよね僕が校長を辞めて3年目に大会に行けましたって本社から聞いたあです。うん、あだからっっ<き>さっきほら。 うん、前回の動画で教会知能の子供たちの話したでしょ、うん、長いんですよ。それが急にパーンっていけるようになっちゃうってことですよね。あるとき、ね、ないと思うな。うん、ないんですかある期間を置いてパーンと入るんですよね。だから僕も <laughs> まあそんな長い期間の経験はないですけども、やっぱりその練習にちょっとも参加しない、去年もしないで、今年になったら急に何回目かで、パーンと入ったってこういましたね。<laughs> やっぱりそういうことなんでしょうね。いや、もうもちろんね、他にもいろいろ要因があると思いますよ、<laughs> うん、音が苦手だとか、匂いが苦手だとかね、大きい音、と嫌いだとかっていうのもあると思うけどぼ、僕がそうやってそういう子たちといつもね、一緒に見てるのをずっと彼らと一緒にいて、 それ大きいんじゃないかなと。で、前の子って結局、定型の子ってあんまり考えてないんですよ。周りに合わせて動いてる。大体。うん、で、それが彼らは苦手。村野先生自身はどうなの、えー、そういうとこないの僕は普通の人ですね。<laughs> <laughs> 周りに合わせて動いて安心ってタイプいや、あんまり人には合わせるの好きじゃない感じですけども。うん うん、でも、あんまりそんなに、うん、はい、大丈夫です。<laughs> 僕はね、あの水野さん的なところも結構あるとうちの神さんに指摘されて、<laughs> 一旦自分の中で計画立てたら、その通りじゃないと、思う絶対嫌な部分があるの。うん、ううので、それ以外はめちゃくちゃいい加減なの。で、その勝手に横やりを入れて変更が入ってくるとすっごく嫌なのね。 わかりますなんかわかる気がしますね水野先生はずっとそうなんでしょう。<laughs> そうです <laughs> 僕はそのこだわりのある特定のエリアだけなんでね、うん、あとはもうそこら辺りまあい,いやも結構ある不思議なだから多分僕は ADHD というの混在型だと思うんだけどいや、勉強りました分析で終わってしまいましたけど今日のこの動画は神回だと思いますよ私、うん、いやでも <laughs> ちゃんとしたタイトルで考えるようにお願いしますね <laughs>。いや、とにかくね、なんとか、あくまで,でも観察から得たのと、まあ、ある程度、ね、ADHD だとか ASD のことについてあの、得た知識から考えた推論です。はいうん、でも、そんなに外れてないとは思うんですけどね。いや、はい、経験ありますもん,、うんうん。そう、ピンときましたね、それでね。